じゃあちょっとここからはブンデスリーガの来季のちょっと話、まあ上位クラブの話を中心に日本人としたいんですけど、バイエルンは結構まあ積極的な補強もしてますけれども、来シーズンはどう見えます？今の編成動きに関して言うと。まあ、ハリー・ケインが来るか来ないかで、まず、変わってくる。そこが、まあ、一番のポイントじゃないですかね。そこが、エースストライカーがいないから苦しいんだっていうところがあったでしょうから、うん、まあ、結局、レバンドフスキーロスを解決するために、結構、もうお金を惜しまずにそこに出すと。で、うん、ハリー・ケインも前向きだっていう、その選手自身は前向きだとドイツで報道されてるんで、あとはまあ、クラブ間のその金銭面の交渉になるんでしょうね。うん、だからそれが取れたら、かなり問題が、解決されるし、あとはまあ、ゴレツカとか、ニャブリとか、そのザネとか、まあ、それは全員が出ないでしょうけども、うん、もうそういうちょっと、ドイツ代表がうまくいってないのと同じ理由で、バイエルンでも彼らがちょっと90分でムラがあると。で、そこを放出リストにも入ってるんで、入ってると言われてるんで、うん、まあ、放出リストとまでは強烈じゃないんですけど、まあ、出してもいいリストみたいな。いいオファーがあれば。はい。うん、そこで、まあ、ゴレツカが、まあ、結構、なんていう最後の方に、トゥヘル監督から評価されてなかった。最終節でも、途中出場して途中でアウトさせられたんで、うん、そうなんだ、まあ、結構屈辱的な交代ですよね。ただそういう交代するってことは、もう、冷たい対応してるということですから。はい。まあ、おそらく、まあ、移籍するんじゃないかなと思うんですけども。ちなみに、ケインにはどれぐらい移籍金詰めそうなんですか、バイエルンは。ちょっと金額忘れちゃったけど、100億円以上は用意してるっていう。1億ユーロ以上払う用意はあるってことでしょ、はい、そうですね。すごいな。だそこは、まあ、ルンメニゲが戻ってきたんで、うん、経営陣が結構昔に戻ったんですよ。そのオリバー・カーンとサリハニジッチがクラブを去って、うん、まあ、辞めさせられて、ルンメニゲが戻ってきたから、まあ、バイエルンって現金の貯金はいっぱいあるんですよ。うん、だから出そうと思えば出せるけど、それまでリスクを犯してやるのは、バイエルンの文化じゃないと思ってやってきたけども、まあ、それで昔、それを破ったのが、リベリーとかを取った時だったんですけども、うん、リベリーとかを移籍金を投じて獲得しないって言ってたのを、金を破って、ルカトニとかも取って、で、そこから、バイエルンがまた変わって、ファンハールの下でチャンピオンズリーグで優勝したんですけども、もう一回、今までの基準をもう一個上げて、ちゃんとした選手を取ってくるってことなんじゃないですかね。うん、お金はまああるんで。今までで言うと、バイエルンはもちろんね、大型補強するんだけど、どちらかというと堅実で国内で実績出した、それこそドルトムントの主力とか取る印象だったんですけど、まあ、キンミンジとかも含めて、結構まあ、今、外に目線向けて、外からいい選手取ってこようとしてるのかなっていう印象なんですけど、その辺の補強策なんかも今後変わってきそうですか？まあ、その、ルカトニとかリベリの時みたいに、一回だから、国際レベルの選手を取って、またもしかしたら戻る可能性はあると思うんですけども、うん、そういう、まあ、ルンメニーゲとかウリヘイヌスって、結構リスクを負えるというか、まあ、彼ら自身が築き上げてきたクラブだけに、失敗を恐れないっていうところがあるでしょうから、カーンとかだと、やっぱり、行動できる範囲が限られてたんで、そこまで大胆なことはできなかったと思うんですけども。なので、そういう意味で、一回勝負に出て、またその後ドルトムントからどんどん引き抜くっていうのは、また戻るかもしれないですが。ただ、まあ、ここ1年、2年の大混乱を一回収束させるためにも、大胆な行動に出るんじゃないですかね。なるほど。そんな甘くないかもしれないですけども。ドルトムントあたりの動きはどうなんですか？僕全然追ってないです。まあ、ドルトムントは一回、ベリンガムを売って、そのワンクール、なんて終了というか、まあ、投資した、まあ、ベリンガムの獲得も結構お金をかけて取ってるわけですけど、お金を取ってかけて、さらにすごいお金で売ったっていう。これはまあ、ドルトムントの得意技ですけども、まあ、それでヌメチャっていう選手をボルスブルクから取ったんですが、まあ、ボルスブルクの中盤のヌメチャ、弟は、まあ、結構その性的なマイノリティの人に関するツイート、リツイートかなんかしたと共有しちゃったのかな。そういうので、まあ、いきなり移籍早々結構トラブルになってはいるんですけども、ドルトムントのファンがそんな選手を入れちゃダメだろうって言って、反対運動が起こってるんですけども、まあ、ただ、次の売る選手、まあ、ドルトムントはまあ優勝ももちろん目指しつつも、一番の目標は、ある程度コストをかけて若者を取って、あるタームで育てて売るっていうことを繰り返してるんで、まあ、その準備はもう脈々としてきた、してきてるんで、まあ、今後もそれが続いていくんじゃないかなとは思ってますけども。結構ドイツのサポーターはやっぱりそういうなんだろう、ポリティカルコレクトとか、まあ、SNS でこう、ね、失敗したみたいなところは結構大ごととしてこう扱うんですか？なんかというのも、以前こうスペイン人のセルジエンリクっていうエイバルで居抜いてやってた選手が、ドイツのどこか、
忘れたけど、移籍決まったって言って現地行ったんですけど、過去に、こう、セックスビデオが SNS に流れちゃって、まあそういうことした選手なんか絶対うちのクラブに来てくれるなって追い返されて実際に契約破談になっちゃったんですけど。あ、そうなんですね。うん。そういうのはやっぱりドイツ人はきちんとやっぱしてそうですよね。確かに。そういう、まあ、第二次世界大戦の反省から、民度を上げるって意識がすごい高いとはよく言われますよね。その人権意識が、うん、まあ、ヒトラーはそれを踏みにじって、うん、そういう国として見られるのをすごい格好悪いと思ってるんで、うん、その反動ですごい、その内側ではどこまでそれを思ってるかわかんないですけど、対面的には非常に人権意識が高い国になってるんで、うん、で、さらにドルトムントで言うと、ファンのグループが組織化されてるんで、うん、ゴール裏、かなりその黄色い壁として有名ですけども、はい、あそこもウルトラスがオーガナイズして、なるほど、あそこのファン、ウルトラスが作ってるファン雑誌みたいなのもあるんですけども、うん、まあ、ファン雑誌というか、コピーしたような、コピー機で作ったような雑誌とは言えないんですけど、すごい結構内容は面白くて、うん、例えば、この前の遠征ではこんなことがあったとか、うん、で遠征中に事故が起こっちゃって、誰かが交通事故あったからみんなで寒波しようとか、そういうことがコラムとかでいっぱい書いてあるんですけども、だから横のつながりがすごい強くて、うん、でドルトムント自体がそのポリティカルコレクトというか、そういうのはメッセージで出してるから、余計にファンはそれに反応してましたね。うん、なるほど、なるほど。日本人のこう動きで言うと、今年の夏はどうですか？まあ、町野選手がキーズに入って、うんうん、また2部ということで、まあ、やっぱり一部に直接来るのはやっぱなかなか難しくなってるんだなっていうのは印象ですよね。うん、で、板倉選手がもしかしたらナポリに行くのかとか、うん、まあ、そこの動きが今、噂段階でキッカーとかにやっぱ報じられてる状況ですけども、うん、まあ、鎌田選手が結構いろんな、まあ、小沢さんも多分 YouTube 投稿されてましたけど、鎌田選手の次っていうのは、まあ、ドイツはないでしょうから、一、うん、人減っちゃったっていうのはちょっと残念ですけども。うん、でもやっぱ改めて板倉は相当、こう、それだけヨーロッパのマーケットの中でも注目を浴びる、ディフェンダーに成長したんですね。そうですね。やっぱり、まあ、シャルケで評価されて、グラドバッハに来て、うん、グラドバッハでも結構活躍したから、次のステップが、まあ、見えてるっていうのは一つあるんでしょうね。あと、伊藤博樹選手も結構やっぱ高く評価されていて、うん、キッカーの番付とか以前、小沢さんのこちらで紹介させていただきましたが、うん、最新の番付で結構伊藤博樹が上の方に上がってきていて、うん、だから日本じゃ降格争いしてるっていうイメージがあるクラブですけども、うん、まあ、ちゃんと個人として見られてるんだなと。あと、ドイツ人が評価したくなる何かがあるんだなってまた改めて思いましたね。うん、その、左足のフィードなのか、うん、大胆な守備なのか、わかんないんですけども、うん、とにかく伊藤博樹は板倉以上、板倉は番付に入ってなかったんですが、うん、伊藤博樹は番付で上位に来てたんで、結構要注目な選手だなと思いましたね。うん、まあ、そんな中で、ちょっと日本代表の話を最後にして締めたいと思いますけれども、まあ、6月の日本代表の試合、まあ、直接の取材はね、こう、スケジュールの関係でいけなかったということですけども、どうでした？こう、2試合ご覧になって、だいぶいい内容で快勝の2試合だったんですけど、まあ、1試合目がちょっとね、こう、相手が、こう、のレベルとか、まあ、開始早々の退場劇なんかがありましたけど、まあ、2戦目のペルー戦であれだけの内容で勝ったっていうところで言うと、まあ、だいぶ森保監督の下でのチームとしては結構今、最高潮レベルなんじゃないかなと思うんですが、うん、木崎さんの目にはどう映りました？まあ、仕事柄、いろんな関係者に会って話を聞くんですけども、まず一つ言えるのは、非常に今の日本代表は、まあ、第2期森保政権は基準が上がってると。うん。何の基準が上がってるかっていうと、